はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 B の数学的機能法丸3をお送りします。で、機能法これで3本目で、丸1からずっとね、1動画1問という感じでやっておりますので、今回も1問のみです。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらってちょっと厳しいと思う方は、今からね、自分の方が解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、この問題取り掛かっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、ツイッターとかをね、見てくださってる方は、知ってるかもしれないんですけど、ちょっと自分、ウイルス性胃腸炎になっちゃって、で、病み上がりなんでね、若干ちょっと声が、変な感じになるんですけど、お許しください。じゃあ、行きましょう。で、今回、今までの機能法、まあ、2個とね、何が違うかっていうと、不等式なんだよね、ここが。丸1の時は等式イコールだったし、前回のやつは、その何とかが10の倍数であることっていうことを、まあ、機能法で証明したと。で、今回は不等式なんだけど、特に気にせず同じようにやっていきます。なので、まず一つ目。が、n が1の時だよね。を確かめに行くと。で、不等式に関しては、左辺と右辺が同じっていうことではなくて、左辺と右辺それぞれやって、これを満たしてるかどうか。つまり、左辺の方が大きくなればいいわけなので、まあ、それを調べればいいと。まあ、入れるだけだね。で、1の時に、まず左辺。イコール、3の、一応書くか。3の3乗になるから、27と。で、右辺。をやると、10×3 プラス12。間違ったね。なんで3入れたんだよ、今。1だね。10×1 プラス12で、22。となったので、左辺のが27と22で、だからね、大きくなると。でも、これだけで OK です。なので、より、成り立つと。n イコール1の時はね、これで OK だよ、ということになります。で、次の時も同じようにやっていく。まず、n が k の時、n イコール k の時に成り立つと仮定します。なので、2番。n イコール k の時に、まあ k 入れちゃうといいよね。k の時、つまり3の k プラス2乗大なり 10k プラス12が成り立つと仮定します。まあ仮定すると、まあいつも通りだよね、ここに関してはね。で、その後に n イコール k プラス1の時を考えて今、考えていくんだね。なので、時を考えるとと。で、今まではですね、まあ、左辺を計算してって、ほら、右辺になったでしょっていう感じでやってったんですけど、不等式の時は基本的に左辺引く右辺で勝負します。左辺引く右辺。つまり、左辺から右辺を引いたものが、一応書こうか。青にしようかな。これを考えていったときに、左辺引く右辺をやるでしょ？で、これを計算してって、これが大なり0と。絶対正になりますよっていうことが言えれば、つまりこれってどういう意味かっていうと、これをね、右辺に持っていけば、左辺、大なり右辺になるから、結局言いたかったらこれになるんだよね。だからこれを言うために左辺引く右辺を調べていくと。これが不等式のやり方になります。なので、まあ、k プラス1を入れた時を考えるから、まず左辺は3の n に k プラス1を入れるので、k プラス3乗になります。もともと2がいるからね。引くことの、ここに k プラス1を入れるので、一応、中括弧しようか。10×k プラス1のプラス12と。いいね。で、これをあと頑張って計算してって、絶対正じゃんっていうとこまで持っていけばこっちの勝ちです。で、まずここちょっとめんどくさいんで計算していくと、
これちょっと後で処理しますね。ここ中身が 10K、プラス22か。ん？プラス 22? 自分が分かんなってる。入れるだけなので、10K プラス、待って、分かんなってる。22だから、マイナス 10K、マイナス22か。こうなるんだね。で、もちろん当然なんだけど、これを使います。わざわざ成り立つと仮定したんでね。で、ここでちょっと難しいことをやるんですけど、まず、どうしようかな、どうしようかな。ここでいいか。まだ行数結構いけるもんね。はい。ということで、こいつをね、3を1個前に取り出します。どういう風にやるかっていうと、1個出すことによって、ここが K プラス2乗に変わる。まあこれはこっから3を1個取り出したんで、こっからね、1が減って K プラス2乗に変わったと。で、なんでこんなことしたいかって、しなきゃいけないかっていうと、これを使いたいの今。で、そのためにここをわざと変えます。同じものにするためにね。で、この後です。ここ、この後こう変わるから。大なり、3×10K プラス12、で、マイナス 10K マイナス22とこうなります。はい、ここなんですよね。ここが結構ちんぷんかんぷんになることが多いとこなんですけど、これどういうことかっていうと、今さ、これもともとこれ成り立ってるでしょ。で、これもうなんとか乗とかってめんどくさいんで、今シンプルにこいつの方がこいつより大きいって思ってください。こいつの方がこっちより大きいんです。で、今、この部分を、こいつに変えたんです。こいつに。こいつの部分をこいつに変えたと。もともと、こいつの方が大きかったんだよね。こっちの方がちっちゃかったんだから。ってことは、こいつだった部分を、こいつに変えてしまった小さいものに変えたんだから、当然全体の式はこっちの方がちっちゃくなるよね。小さいものに変えたんだもん、一部を。もちろん、こう、正の部分だしね。負とか関係ないからさ。だから、ここが、こういう関係が成り立つ。まあ、これをまあ、入れた感じにもなりますけどね。で、これを使います。で、そうするとですね、これどうなるかっていうと、計算するとね、これが成り立ってるから、イコールちょっと変な感じしますけど、本当は右に書きたいけど、無理だね。なので、分配法則使うと、まとめるよ。20K。で、これ36やから、プラス、ちょっとね、14と。こうなります。で、もともと今 n イコール k とかで置いてますけど、n が自然数なんです。つまり当然 k も自然数です。1より上です、全部。ってことは、20k プラス14は負になる要素は1個もないので、これ絶対に正になります。こいつは。ってことは、いろいろこうね、グラフが来ましたけど、もともとのこいつは0より大きいんです、これ必ず。ってとこにゴールにたどり着いたので、よって、もともとのね、こいつ、3乗、ここに大なり0が成り立ってるので、これを右辺に、この状態ね、3辺引く右辺が0より大きいって分かったから、これが成り立つよね。ってことで、10括弧、k プラス1、閉じて、プラス12が成り立つと。ね。だからこれが何を合わせてるか、何を表してるかっていうと、より、n イコール、k プラス1の、時、成り立つって、いうことが分かりましたと。まあ、計算してったからね、k プラス1の時やったらちゃんとなったでしょっていうことが言えたからさ。これで、1番と2番。で、パーツが揃ったんで、あとは最後ね、いつも書くように、1と2より全てのごめんね、自然数 n について成り立つと。これで終了となります。書いておくか。よし。そしてまたね、焦点を途中で合わせるの忘れてしまった。ちょっとぼやけてたらごめんね、見てるみんな。これで大丈夫かな。よいしょ。といった感じです。機能法に関しては、不等式のパターンもよく出てきます。等式ももちろん出てくるけどね。
なので不等式に関してはこういう感じで勝負していく。で、基本的には大体ダイナリが出てきます。だから左辺引く右辺でやってったらいいんですけど、もしこれが小なり、こっち向きになってったら、まあ右辺引く左辺やっていくのがシンプルかなと思います。正であることを示そうがやりやすいので、まあ、大体まあこっち向きになってるけどね。まあこんな感じで、ぜひね、やってみてください。それじゃあ、今回はね、高校数、高校数学数 B の数学的機能法丸三をお送りしました。今回もね、ここまでご覧いただいて本当にありがとうございました。で、次回がですね、今まで N イコール1から始まってるんですけど、1じゃない時もあります。で、そういったタイプの問題をね、次回やっていきますんで、もしよかったらそちらの方も見てみてください。もんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。